チロ、おはよう。午前中が休校で午後からなんだ。これ中華街で買ってきた肉まんをまどかにふかしてもらったんだ。仕事？なんか最近仕事多いね。天変地異の前触れかも。京一郎も夜道とか気をつけなさいよ。なんで？外国では秘密諜報部がやっている仕事だし、似たようなものじゃないかと。でもでも、京一郎くんはいつも似たようなことしてるじゃないですか。ごねますね。ギャラアップとこれまでの仕事を警察に通報するのとどっちがいいですか？さあさあ早く決めてくれないと羽村先輩に電話しちゃいますよ。聞こえないです。舞子ちゃんとまどかちゃんの言った通りですね。こういえば京一郎くんが仕事を受けてくれるって教えてもらいました。
よう、京一郎くん。今回の任務は某国の軍事機密を。なお、このメッセージは 3.27 秒後に自動的に消滅します。京一郎、仕事はどうした？そうか、待ってろ。京一郎、おかえり。仕事決まったんだって？おかえりなさい、京一郎さん。私には。私はどうなのよ。もういいわ。で、今度はどんな依頼を受けたの？内容も報酬もペラペラ話すくせに。危ないことをなさらないでくださいね。
郎くん、おはようございます。おはようございます、京一郎さん。おはよう、京一郎くん。朝ごはんですよ。たまにはこっちにも顔を出そうと思いまして。ま、そういうこともある。今日はまどかが朝から出かけていてな。何か用事があるらしい。コーヒーはまどかが用意していったから安心しろ。今注いでやる。もっとも、注ぐのもまどかじゃないとうまくないというのならやめておくわ。いや、随分と仲がいいみたいなんでな。そう邪険にしてやるな。あいつはあいつなりにいろいろあるんだろうさ。まどかちゃんはいい子ですよ。ちょっと恥ずかしがり屋さんなだけです。京一郎さんに構ってほしいんですよ、きっと。欲しいものがあったら明日の夜までに言ってくださいね。あ、それはまた後で、全部思いついてからでいいです。コトコ、ちょっとこっちに来てくれ。あ、はい。ですけど、で、それはいいとして、昨日下調べとかしました？どうやって入りますか？停電してから電源が切り替わるまでが約30秒だそうです。1階から15階に行って、さらに目的の部屋に入るのは無理ですね。京一郎くん、屋上から壁を伝って窓から15階に入っちゃってください。目的の部屋は防火窓で直接は入れません。ではでは、外からの侵入に必要な道具と、ビルの図面、警備の情報が必要そうですね。ID の偽造は時間がなくて無理なので、非常階段と目的の部屋の鍵と、おまけで防弾チョッキを用意しましょうか。
私はもう少しここでゆっくりしていきます。